はい、えー。石川県の皆さんこんにちはえ、慶応大学の岸です。えー、来てる3月13日はえ石、ー、川県知事選の投票日と思うんですけども、もえー、新しい知事にはですねえー。是非長谷浩さんをえー、私は強く押したいと思っておりますのでえー、皆様の一票をですねえー、是非長谷浩に託していただければなというふうに思います。 というのはです、ね、なんで私がハセさんを推すかと言いますと、これはもう非常に簡単でして、私、永田町霞が関政策の世界にも40年ぐらい関わっておりますけれどもあの、お世辞抜きで、えー、長谷博先生のように行動力があって、かつバランス感覚の取れた政策決定をしてくれる政治家は非常に稀です。 あの例えばですね、えー、この2年、えー、コロナで振り回されている中、えー、いろんなスポーツイベントがなかなか開催できなかった、で私が関わって、ます総合格闘技の方でも同じことが起きたんですけども、でこれ、長谷博先生に相談したら、ですぐ、ねえー、すべての関係省庁。 外務省とか法務省とか厚労省とか内閣官房の人を集めてくれまして、でこちら側とミーティングの場をアレンジしてくれて、でそこでも、ですハセイさんはどちらかに偏ったこと、判断とかをするんではなくて、ですね両方の意向を聞いた上えで、現実的なバランスの取れた会をですね非常に素早く作ってくださって、当然ながらそれを実現するためのいろんな政治絡みであるとか、行政の根回しもしっかりやってくださった。 こういうです、ねえー、判断力、行動力が抜群に優れた政治家っていうのは、本当にまれですで、そう考えますとです、ねあの、石川県知事選、当然これ、石川県のいろんなあの政治事情があってです、ねえー、候補が、えー、た,たくさんいる中で、皆さん、えー、悩むところがあると思うんですけども、はっきり言います。 人口減少、高齢化が進んでいて、でまあ、あの地域経済の疲弊が進む中で、えー、そんな昔からの、ね、地元の政治のああだらこうだらで、えー、トップになる、えー、知事を決めたら、絶対間違えます。 自分、いろいろな地域に関わっている経験から、やはりですね、優れた改革派の首長、知事がいる地域の経済こそが活性化していて、意外と政治の判断で選んだ人が首長のところは、なかなか経済が良くなってないという例をたくさん見ておりますので、そう考えますと、この石川県、やはり他の地域と同様に、人口減少、高齢化が進む中で、これからどう活性化するか。これから の10年ぐらいは非常に大事なタイミングですので、ここはですね本当にあの政治の世界、でもずば抜けた行動力と判断力があって、ですねで常に正しい決定をする長谷宏さんを石川県知事に推すことが一番重要と思っておりますので、ぜひぜひ皆さん、ですね石川県経済の将来を考えて、正しいご判断をしていただければというふうに思います。